回の展示作品は、私が台湾に留学しに来てから現在に至るまでの約3年半の間に制作した作品です。私は大学時代から自分の近くの経験を作品の題材にしてきましたが、大学院に入ってからは記憶の要素がさらに加わるようになりました。私は台湾の高雄で生まれていて、日本の横浜で育ったため、この2つの場所における自分の幼少期の遠い記憶であったり、過去と現在の時間の感覚、もしくは光、湿度、温度などさまざまな感触が自分の創作に反映されています。そして私はこれまでいろんな種類の布に絵の具を直接染み込ませるようにして絵を描いてきましたが、ここ数年間はサテンの生地を題材に使用しています。光の当て方や絵を見る角度によって絵の見え方がさまざまに変わることで、絵の内容だけではなくて絵と空間との関係性、もしくは絵と鑑賞者との間の関係性を考えるようにしています。芸術は私にとって、私が今見て感じて知っているこの世界を改めて認識し直すための手段となっています。作品を創作することと鑑賞することを通して、新しい世界や概念に触れることができる、そのような過程にいつも心が惹かれています。そして作品を作ったり見ている間に、いつも繰り返している普段の日常生活とは少し違う空間や時間に飛ばされるような感覚があったとき、私はとても嬉しく感じます。私は小さい頃からものづくりがとても好きで、特に色彩に対してとても強い興味を持っています。図工や美術の授業が何よりも好きだったので、中学生になる頃にはもっと専門的に美術を学びたいと思うようになりました。日本の武蔵野美術大学に通った後、大学院ではもっと広い世界を見てみたい、もっと違う角度から見てみたいと思うようになり、留学を選びました。そして自分が色を自在に使える手段として絵を主軸としてこれまで創作をしてきました。私は他の選択肢が思い浮かばないくらいに、気がつけば自然に芸術の道を選んでいたと思います。